エンコンビーゲンリと続きからプレイしていきたいと思います。前回の続きでとうとう全員生存させることができました。そしてここを脱出しましょう。ラキちゃんルートとか見れんのかな。なんか前回いつの間にか死んでたんだよな、みんな。はいはいはい、ここ来たよ。カイオンジ君、足大丈夫？うん、大丈夫だよ、ありがとう。一人で歩けないくせに強がってんじゃないよ。結局僕たちが肩を貸す羽目になってるし。お兄ちゃんたら、またそういう言い方する。喧嘩はやめてー。あれ、まさかとちゃん、今下から声聞こえなかった？おお、みんな合流してる。あ、ちょっくら見てくるか。今の声は、ああ、みんな来たみんな来た。なんだお前ら、こんなところにいたのか？無事でよかった。みんな心配してたんだよ。みんなってことは、月宮くんたちとも合流できたんですね。そういうこと、風谷くんたちで最後だったんだよ。あれ、カイオンジ君、足怪我してる？大丈夫？大丈夫です。ひよどしさんと風谷君が支えてくれていますから。あ、そっか、てかラキちゃんたちは待機してたんだっけか。なんかそんな感じだったよな。しぶしぶね。カイオンジ君、痛かったらもっと寄りかかってもいいのよ。大丈夫、大丈夫だから。いや、気持ち焼いてる兄。ほら、茶番はその辺にして、さっさと上に行くぞ。1、2、1、2。あとはゼルマをどうするかか。つまりです、恨みの主であるゼルマは体が弱かったから地下に隔離されていた。はいはい。そしてその孤独に耐えきれず自分を閉じ込めた義母や使用人たちを恨んだと。ありがちな話ですね。オカルト先輩と同じこと言ってやがる。でもね、閉じ込めた父親のエーリヒさんや義母のアメリアさんたちが悪い人とは思えないの。そりゃ自分の家族を好きで閉じ込めたりしないだろうからね、仕方なくマナ娘を幽閉したんじゃないかな。でもさ、少しくらい外で遊ばせてあげてもよかったんじゃない？外に出られたのだって母親の墓参りの時のごくわずかな時間だけだったみたいだし、それでもずっと閉じ込めてたのは。まあ病気にかかっちゃうからとかいろいろあったんだろうけど、生きてさえいてくれればそれでよかった。それだけでよかったんだよ。そっか、ツッキーの時に一瞬だけ出たもんな。生きてさえいてくれれば。え？そう思ったからじゃないか。少し、わかる気がする。まさかどっちゃん。まあいい、さっさと出口を探すぞ。え？ここまで来て？ゼルマはどうするんですか？別に放っておいてもいいだろう。ここは怨恨の間じゃない。ゼルマの恨みを晴らさないと寝られないなんて条件はないんだ。だったら危険を冒してまで長居する必要なんてないだろう。それはそうですけど。いいのかな？みんな優しいな。でも、リヒト君はどうするの？彼、ゼルマちゃんに会いたがってたよ。知るか。月こういう時ドライ。冷たい。まあ相変わらずだよね。あと、言っていないのは、あの大きな扉の先だけですね。出口に続いていればいいのですが。お前まで。ここにいたらまた幽霊に追いかけられますよ。まあ命あってのものだれだかんな。よし、帰ろう。すぐ帰ろう。相変わらずラキちゃん。でもさ、この扉どうやって開けるの？そこの台座、俺や道真たちが集めた宝石を台座に置いたらぴったりはまった。ああ、そういう仕組み。あと一つで揃うんだが、それを置けば。それなら、持ってます。じゃあ、早速。カチ。おー、開いた。まあでも本当、確かにな、生きてさえいてくれればって思っちゃう気持ちもなんとなくわかるんだよな。うわ、すごい仕組み。よし、行くぞ。まあ人それぞれだよな。俺はもう死んだら終わりって思っちゃうからな。追っかけてくんじゃねえの？なんか血の足跡すごい気になるけど。何の音かしら？閉まっちゃった？は、え？どうした？扉が閉まっちゃったよ。どうしよう。分離されせられた。ラキ君、無事ですか？大丈夫だけど、どういうことだ？誘われてる？なるほどな。人数制限か。だから、5人なんですね。ちょっと、こっちにもわかるように説明して。宝石の数が5つだっただろ。エーリヒ、アメリア、アオス、執事、そしてリヒトの分。この先にはこの5人しか入れない仕組みなんだろう。そんな、
まあ置いていったりしないから安心しろ。そんな心配はしてない。ここまで厳重に閉ざされた部屋です。この先に何があるかわかりません。お願い、気をつけてね。何かあったらすぐ叫んでください。扉はぶち壊しますから、なんとかできそう。本当なら、間違えた。お前なら本当にできそうだな。それじゃあそろそろ行ってくる。そういうことだ。あとは任せろ。バイバイ。じゃあ行く？怖いよ。まあ、あかりちゃんやっとここで出番が来たって感じだな。じゃあ行くか。あ、いるよ。いるよ。あ、でも行けない。鍵穴とかはないみたいだな。あ、これ忍びいたら開けてくれたんかな。なんだなんだ。あ、偽ザネ。お前は、バカ兄のパチモン。まだ襲ってくる気？お？え？あれ？もしかして弱ってる？所詮は人形だからな。散々俺たちを追いかけ回したし、限界が近いんじゃないか。壊れかけか。それは人形とはいえ、なんだかかわいそうな気がします。僕がやろうか。え、お兄ちゃん、ほら僕ダガー持ってるし。これで、なんか倫理観ちょっと壊れてきてる。そのダガーでどうするんだ。刺すとでも言うのか。え、刺すけど。お兄ちゃんどうしたの。なんでそんなこと言うの。だって邪魔じゃん。本物の道真さんじゃないんだし、別にいいじゃない。何を気にしてるの。つ、お兄ちゃん、まさかの先輩の前で。邪魔だから殺すね。あ、ちょ、月宮くん。あ、これ最初の画面の。邪魔だから殺す、気に食わないから殺す。お前のその考え方だと、いつか本当に人を殺しそうだな。例えば、そこのいじめっ子の白峰とか。え、殺さないよ人は。それより手を離してよ。違う。このダガーを使うことの意味。え、よく考えるんだな。それまで募集。ツッキー、かっこよすぎるんですけど、この人。この人形はもう放っておいても大丈夫だ。あとはオカルト先輩に謝れよ。え、あ、僕、まさかと先輩の気持ちも考えずに、すみません。あー、まあ人形とはいえ、兄の顔をしたやつを殺されると後味悪いしな。うん、本当にごめんなさい。泣くな泣くな。ヒカルがちょっと壊れてたな一瞬。なんというか、まああれだ、あんまはっちゃけすぎんなよ小娘兄。はい。慰め下手ですか。うさい。月宮先輩、ありがとうございます。別に。さあ先に進むぞ。マジでかっこいいんだけど。そりゃ惚れるわ。女の子みんな惚れちゃうわ、俺。りんちゃんの妹ちゃん、名前なんだっけ？リオンちゃんだっけ？ちょっと名前忘れちゃったけど。もう惚れちゃうよな、こんなん。かっこいいわ。自分の身を挺して教えてあげるっていう、命の大切さを、そのダガーを使うっていうことがどういうことなのかっていうのを、もう二度と動きません。切ねえ。わかんねえ。これは？え？なにこれ？え？大丈夫これ？なんか押しちゃったけど俺。あ、開いてる。兄様、本当に帰ってきてたんだ。あ、この声は。ういすー。あ、あれ、なんか向こうにもいるけど。月宮、君たちもここに来たのか。あれ、リヒトもいる。あ、兄様の偽物。誰が偽物だ。同じ顔が三つ。まさかと先輩、どうしたんですか。突然そこに閉じ込められているのは、まさか。やっぱ知り合い。よ、久しぶり、マサカドくん。ヒンメル、やっぱりお前か。ハイデルバッハと聞いて嫌な予感がしたんだ。やっぱり知り合いだったのか。ま、初対面の人もいるわけだし、改めて自己紹介をさせてもらうよ。俺はヒンメル・フォン・ハイデルバッハ。よろしくな。ハイデルバッハって、そ、お察しの通り、俺はそこにいるこの屋敷の元主、ヴィント・フォン・ハイデルバッハの血縁者。まあ一言で言うと、ひ孫だ。なの話？兄様はまだ結婚してないよ。ましてや子供なんて。やっぱ死んだの分かってないんだ。おい、こいつまさか。まあそれは置いておいて。リヒト、いい子だから少しあっちで待ってて。ん？うん、わかった。僕難しい話嫌いだし、終わったら呼んで。話を続けよう。はいはい。僕がこの屋敷の怪談話を知ったのは、
ついこの間なんだ。そして僕がヒンメルにこの屋敷の条例を頼んだ。だからこの子はここにいる。そういうわけだからさ。お願いだからここで喧嘩はしないでね、マサカト君。事情は把握済みってわけか。わかってる。だがなんで今来た。そうだよ、変だよ。クラスのみんなからはこの屋敷は空襲で焼け落ちた後修復されたはいいけどずっと誰も住んでないって聞いたよ。なのになんで今さら。屋敷を修復したのはお前か。そうだよ、いつかはこっちに移り住もうと思ってた。家族と過ごした大切な場所だから。でもできなかった。正直忙しかったんだよ。アイデルバッハ家の人間は実質僕一人。商売はうまくいかない。こんな若造についてきてくれる人もいない。今まで援助してきてくれた人たちも離れていった。波乱万丈、怒涛の人生だったよ。それは同情はいらないよ。いろいろあったけど悪くない人生だった。でも唯一の心残りがこの屋敷だったと。そういうこと。幽霊屋敷の話を知った時、屋敷の誰かが化けて出てるのかと思った。それが見知らぬ女の子が人を殺して人形にしてる。わけわかんないよもう。え、ゼルマ知らないの？あれ、君ゼルマのことは知らなかったの？会ってないのか？会ったこともないし、この地下のことも知らなかったよ。少し心当たりはあるけどね。ゼルマはこの先にいる。僕はヒンメルを助けなくちゃいけないから一緒に行けない。悪いけどゼルマのこと頼んでもいいかな？リヒトだけゼルマを知ってたのか。善処する。ありがとう。さすが月宮さん、優しいですね。僕も怖がってばかりいないで月宮さんを見習わないと。うわ、帰る気満々だよ。帰る気なのね。帰るつもりだな、こいつ。まあそうだよな、ツッキーといえばそういう感じだもんな。じゃあこれ渡しておくね。善処するって言ってるもんね。俺たちに任せろじゃなくて善処するって言ったからね。緑の影を手に入れました。ツキ止め、お、道真も来てるんだってな。合わせんぞ。会ったところでバカーニは覚えていないだろうけどな。え、なにこの関係性もすごい気になるんだけど。知ってる。気をつけて行っておいで。なになになにそれ、もう超気になる。道真もなんかすごい訳ありな感じだったよな。お話聞こう。兄様、今日はごちそうだよ。久々に母様の手料理が食べられるよ。そう、それは楽しみだ。でもね、母様がいないんだ。どこに行っちゃったんだろう。忘れてるね。悪いね、ゼルマのこと頼んだよ。その奥になんか光ってるの気なんだけど。風谷くんって言ったか。しかし本当におじいちゃんにそっくりだな。普通さ、赤の他人より血縁者である俺の方がおじいちゃんに似るもんだと思うけどな。まあそれは確かに。なあおじいちゃんよ、あんた実は浮気とかしてないよ。ああ、はい、そういうこと。実は風谷血縁者ってこと。ワンチャンあるかも。とりあえずこっち行くか。あのパスワードも結局分かってないんだよな。後々分かんのかな。緑の鍵使った。もうこれは必要ないな。あ、捨てちゃった。捨てちゃったよまあ行くか、全所タイム。この先にゼルマが。行くぞ。月行くのって顔してない。大丈夫？縄はしごを、縄はしご登るの怖いよな。あ、いる。え？あ、それが秘密のルートだったんだ。ここはゼルマの部屋か。ウィス、ゼルマ。あら、リヒト、遊びに来てくれたのね。嬉しいわ。ゼルマ、もう終わりにしろ。こいつはリヒトじゃない。風谷光。お前が求めている人物とは全くの別人だ。何を言っているの？この人はリヒト。約束を守ってくれるリヒト。約束を破ったリヒトじゃないわ。あ、そういう感じに捉えてるのか。助けに来てくれなかったリヒトと助けに来てくれたリヒトって解釈なのか。約束を忘れたリヒトはいない。だって、リヒトは私の大切な。そう、大切な、大切な人なのに。どうして、どうしてリヒト？やばい、悪霊化する。まずいな、自我が崩壊しかけてる。もともと会ってないもんでしょうよ。のんきに言ってる場合ですか？このままだと全員殺されますよ。
ゼルマ、はっきりさせたいことがあるんだ。君はリヒトを、お母さんたちを恨んでいるのかい？君を孤独にした彼らのことを。ええ、憎い、憎いわ。あ、いえ、違う。確かに私は寂しかった。でも、その寂しさを埋めてくれたのも、お母さんたちよ。でもみんないなくなってしまった。ある日を境に急に、何もわからないまま、この暗い地下で。私は、一人で死んだのよ。最後まで、一人だったのよ。まあ、恨むよな、これは。このままこの世に留まっていても、お前は一人だ。僕たちには何もできない。早く成仏しろ。できないの？リヒトが一緒じゃないとダメなの？約束したの？でも、彼は忘れているのね。約束も、私のことも。だから、ああ言ったのよ。彼に、リヒトにまた拒絶されるのが、怖いの。約束？また拒絶される？言ってること矛盾していませんか？リヒトに会いたいけどリヒトが怖い？もう一体どうすればいいんですか？それは。わかったよ、ゼルマ。僕が一緒にいてあげる。ヒカル？自己犠牲良くないよ。ツッキーのダメなとこ映ってない？リヒト？お兄ちゃん、何を言うの？ゼルマ、忘れててごめんね。僕はリヒト。だから僕は忘れてないよ。あの約束のこと。嘘よ。だってあの時。ごめん。あの時は少し混乱してたんだ。ゼルマは知らないかもしれないけど、僕たち空襲で焼け死んだんだ。目の前でお母さん、母様が死んでるのを見て、動揺しちゃってたんだ。ごめんね。そうだったの？だからみんな急に来なくなったのね。うん。迎えに来るのが遅くなっちゃって、ごめんね。これ以上奴を刺激するな！正気か、戻ってこい、風谷くん！お前、わかっているのか？ゼルマと一緒にいるってことは、つまり、一人の寂しさや苦しさは僕にもよくわかる。僕は学校にも家にも居場所がないから。だから僕は、ゼルマと一緒にいたい。そんなこと、もううんざりなんだよ！急にどうした？お兄ちゃん。だってさ、両親が離婚するとき、僕、なんて言われたと思う？いらないって言われたんだよ。父さんと母さんには、明かりがいればそれでいいんだよ。嘘よ。父さんと母さんが、そんな。学校ではいじめに遭うし、友達も一人もいないし。違う、誤解だ。あれは。ね。これでわかったでしょ。僕がいなくなっても、誰も困らない。僕はもう、いらないんだよ。リヒト、何の話をしているの？君と僕のこれからの話だよ。さ、今日は何して遊ぶ？あ、人形遊びはやめてね。さすがにもう勘弁。あら、そう？それなら絵本を読みましょう。一緒に読みたい本があるのよ。風谷、月宮くん、ごめんね。おい、ちょっと、お兄ちゃん、行かないで、お兄ちゃん！どうすんのこれ。え、その後風谷とゼルマを追って地下へ降りたが、二人の姿はなかった。なぜかあれだけ頑丈だった大きな扉も開いていて、みんなもゼルマの部屋に来た。ゼルマの部屋の天井には大きな穴があり、そこからはしごがかけてあった。見上げると夜明けの空が見えた。けれど、誰もそこから外に出ようとはしなかった。長い時間、みんなで風谷を探した。けれど、ハイデルバッハ邸には、もう誰もいなくなっていた。何それ、どういうこと？本当に？数日後？お別れエンド？嘘やろ？ほら、赤井ちゃん探しに来てんじゃん。お兄ちゃん、どこに行っちゃったの？お兄ちゃん。あかり。急に？お兄ちゃん、光るお兄ちゃん。あ、偽物じゃないのこれ。お兄ちゃん、無事だったのね。よかった、よかったよ。あの後、月宮先輩たちと何回かこの屋敷に来たの。でも、誰もいなくて、お兄ちゃん、死んじゃったのかと。でもよかった、こうして戻ってきてくれた。あ、やばそうなんか。さあ、帰ろう。
みんなもお兄ちゃんの帰りを待って。あかり。ごめんね。え？バッドエンドじゃん。本当にこんな終わり？お兄ちゃん？え？切なすぎだろ。え？どこで分岐した？いや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 、もうなんか逆パターン。あかりちゃんが主人公の時と逆パターン。あかりちゃん主人公の時はヒカル取り残して、あかりちゃんなんか亡くなっちゃったけど、今度はあかりちゃん残してヒカルいなくなったんだけど、悲しすぎるってこの終わり方。ダメだよ、マジ。これワンちゃん本当にこれで終わる可能性あるよな。わかんねえ、わかんねえぞ、どうなるか。いやでもヒカルなんかサブ主人公みたいな立ち位置だし。でもなんか別ルート、あ、ヒンメルの横に光ってるあのバケツ、まああそこね調べられてないから。あ、あとあれか、扉のパスワード。あ、これあれか、扉じゃねえや、あの宝箱のパスワード教えてくれんのか。ノーマルエンド。あ、やっぱりノーマルか。これなんて読めばいいんだ。残弱、残された寂しさ、エンド分岐。まあ、ここら辺はあれだな。これ分岐。あ、来た、トゥルエンド。うわ、覚えらんね。1942-1216。1942-1216。多分誕生日、あ、誕生日かな、これ。多分そうだよね。は、なるほど。じゃあ、ちょっと区切りもいいね。一旦ここまでにしましょうかね。いやー、ツッキーかっけーと思ってさ、すげえ、こう、ぐっと来てたら、うん、光るダメだよって感じのルートですね。そんなとこでいきなり光死ぬと思わないじゃんね。もうこの先どうなるのか気になりますね。それでは一旦終わります。ジョヤンでした。もう光る絶対死んじゃダメ。またね。